2度のワールドカップ出場を果たしたセレッソ森島、そして体操のアテネ金メダリスト鹿島が引退会見に臨みました。ピッチでもう一花探したいと思って頑張ってまいりましたけど、自分の来季というのがなかなか見えてこず、こういう引退という形になりました。ヤンマー時代を含めセレッソ一筋に18年間活躍してきた森島、今後は広報活動を担当するアンバサダーに就任し、セレッソを支えていきます。なかなか